全国各地の話題を札幌そして福岡から中継でお伝えいたしました。それでは次のニュースです。都内では先日から連続して13件に及ぶ暴行事件が発生しています。警察では一連の事件を同一犯人による連続暴行事件とみて捜査を進めているということです。以上今夜のニュースでした。気持ちはわかりますが、捜査に協力していただけないですか。その時のあなたが、事件に遭われた時のことを詳しく話していただきたいんですが。ひどいのよ、なんて私許せないわ。絶対捕まえて、ねえ。私訴えてるわ。でもすごくうまかったの。ただいま入りましたニュースです。都内で発生していた男だけを襲う連続暴行事件の犯人が先ほど捕まりました。犯人は石野陽子21歳、現在警察で取り調べ中とのことです。